このワコムのスタイラスペンはどれくらい持ちやすいですか？まあ普段持ってるペンとは全然太さが違うんで。そうですね。それで書きづらくなってますか？まあ書きづらいというか、まあ微調整はね。よろしくお願いします。毎度です。前回このラフを書いてもらいました。忍者ロボットですか、まあイメージですかね、こんな感じのロボットがものがね30年以上前にあったんですけどね。あ、そうなんだ。前回はワコムシンティックプロで初めてちゃんとラフを書いてみたんですけど、今回はこれを薄めにして上に少し清書をやってもらえますか？便利な機能ですね、これは。下書きは色を変えますか？そうですね、見やすい方がいいでしょうか。このアイコンめちゃくちゃ小さいな、見にくい。このレアでピクセルロックにして、で全部青になります。別のレアが置いてあるので、鉛筆でも、まあ、G ペンも一応あるんだけど、じゃあ G ペンでやってみましょうか。今5ピクセルの太さになってます、ここら辺からなんかこのカーソルの十字が邪魔消しますか？十字マークを表示されないようにできます。ペン系はなし。はい、なくなります。仕事で普通にカーソルとかないですね。そうですね。で、定規とか欲しかったら教えてください。はい、これぐらいだったらフリーハンドで、手書きの場合はかすれとか線の途切れも一応味としてデジタルっぽくなくていいかなって。そうですね。その話で手ブレ補正機能はついています。あ、なるほど。全くなしでも OK ですけど、試しましたか？試しに手ブレ補正なしで、たまに手ブレ補正がないと鉛筆のように書けないんですけど、紙で書くときに鉛筆がちゃんとなんか傷つけるから、もっとやりやすくまっすぐに書けるんですけど、これがガラスだから手ブレ補正がないと紙みたいにまっすぐに引けないことはたまにあります。今のところ手ブレ補正あってもなくても似たようなものかな。そうですね。一回めちゃくちゃ手ブレ補正を上げて一本線引いてみたらああこれはあのすっきり綺麗に書けますね。でもその小さい線が書きにくくなります。あったらあったでいいし、なくても困らないしって感じですかね。ただカーソルがちょっと遅れます。まあゆっくり書くと思えば、あ、そして今のところでこれも試しましょうか。はい、おりゃ、もう左右対称かどうか確かめるのにちょうどいいですね。やっぱりアニメだと線画の薄い方がいいですね。なんか昔のアニメの方は線画が太かったんですよね。ああ、セルアニメですからね。鉛筆も濃くて太いやつを結構使ってましたね。でスキャナーで取り込むんですけど、今のデジタルアニメーションはそれだとあの一定の線の太さでないとスキャナーが読み込んでくれないんですよ。だから動画の人たちはそういうマシンのような線を習得することに神経を注いでるわけですよ。そのカーソルを消したらやりやすくなりましたか？そうですね。このワコムのスタイラスペンはどれくらいなんか持ちやすいですか？持ちにくいとか。まあ普段持ってるペンとは全然太さが違うんで。そうですね。まあ普段はこういうような薄い鉛筆ですね。それで書きづらくなってますか？まあ書きづらいというか、まあ微調整はね自分の指で
しながら、うん、普段からほら丸とかの六角形とか使い分けてるじゃないですか、自然のうちに。そうですね、ちょ六角形のワコムサイレスペンがあるといいか人間の手はこの3本の指で挟んでるじゃないですか、うん、で三角が一番安定しやすいんですよ人間。そうなんだ。まあその倍数ってことで六角形になってるみたいですけど。あで、いつでも非表示とかできますので、下のレイヤー、うん、このアイコンをクリックしたら非表示1回やってみて、これですか。そうですね。おで、そうするとどれくらいもっと薄くとか、うん、もっと太く描きたいとか自由にいつでも試せます。私もこれから薄い線が多くということにしたいです。いやでもメリハリのついた太い線も魅力的ですよ。あ今エアブラシになってます。ああそうですね、まあ、マジックみたいに塗りつぶしたいときは、あー、Gペンの方がいいかもしれない、うん、目の周りはちょっと気を使いますよね、こういう。そうですねあ別のレアにしましょうか。いやいや今回はたあるお絵描きってことで、うん、イラスト描くとなるとめちゃくちゃレイヤーの数が。あそうですねよいしょ、おふぅこういう時に手ぶれ補正があるといいですね、うんうん、じゃあ非表示でやってみますか。まあこんな感じになっちゃいましたけど、すごい、うん、まだあちょっと灰書きにしたから左右対称ってわけじゃないですね。まあ初めてここまで、うん、丁寧に書いたんですけど、とてもかっこいいです。ありがとうございます。ありがとうございました。じゃあ清書してもらったので、うん、これも少し感想を教えてもらえますか。うん、そうだな、ど正面だからもうちょっとここら辺、うんうん、左右合わせたかったなっていうのと、うん、でちょっとうつむき加減だからここのパーツをもっと下にグッと尖らせてもいいから、あでこの手裏剣マークはおとなしいからもうちょっとザックッと大げさにやってもよかったしパソコンなので選択ツール、うん、動かすこととか自由に、うん試せるので、まあちょっと消して書き足した方がこの場合は早いかなそうですねということで、いろんな新テックを試す動画とかいろいろ動画ありますのでぜひ見てください。そして登録お願いします。日野井さんいつもありがとうございます。バイナラ。バイナって何ですか。いやバイバイとさようならでバイナラバイナありがとうございます。はい。